最近見にくくなってね。車の運転をしていても危なっかしいんです。眼科のお医者さんに行ったんですよ。お医者さんは病気じゃないですよ。メガネが合ってないだけですって。目は水晶体と網膜でできていると学校の理科で勉強しました。水晶体、つまりレンズの調整が合わなくなっているんだと。それでメガネを新しく作りました。でもメガネを変えてもよく見えないというか、見ていると疲れてしょうがないんです。あれ、メガネのせいじゃないんだ、ということで何が悪いんだろうと自分で振り返りました。まぶたに、とすごく力を入れると視野が広がりよく見えるようになります。本を読んでいると疲れてきて手をまぶたと額に押し当ててまぶたの補助輪をしている自分がいます。そうか、まぶたの筋力がポイント、みたいだな。友人で白内障の手術をして、とても調子が良くなったという人がいるんですが、その眼科に行き、診察を受けました。垂れまぶた、まぶたが垂れてきて、視野、邪魔する。垂れまぶた、診断されました。私の振り返りと一致し、納得です。なるほど。お医者さんは、まぶたの筋肉の手術もあると言っていた。ネットを見たけど、二重まぶたを作る化粧テープか、クリームがあるようだ。それも、いいかも。